はい、今日は3月29日です。すごいあったかい日です。これ、小麦畑の、なんか残念なんです。連作なんですけど、すげえ色が悪い。ここちょっと歩けるようになったんで、少しね、見ていこうと思います。ちょっと光の加減で、緑がうまく見えないかもしれないですけど、小麦、こんな感じ。日陰の方が見えるのかな。こんな感じですね。育ちすぎた葉っぱは茶色くなって取れます。おお。でもね、あんまり冬枯れの被害とかもなさそうですね。原作なんでね、藁がまだあります。色が悪いんですけど、まあね、元気そうです。去年はね、もう3月の27日ぐらいに畑入って撮ってたんだけど、あれからもう1年も経ったんだね。測りたいけど、あんまりいっぱいあるところは嫌だなと思って。これやばい、ね、ちょっともうちょっとこの辺にしたいと思います。もうめちゃくちゃ時間かかるんでね、ちょっと飛ばしますけど、喋ってると何本かわからなくなった。数え終わりました。これね、ここからここまでね、数えました。これでだいたいね、この一塊で100本ありましたね。で、全部で250本だったので、これ畝幅13センチなんで、さっきね計算したら3850本だったかな。意外とないなって感じですけど、少ないとこ選んだんでね、4000本ぐらいはあるのかなっていう感じですけど、こんな感じの小麦です。で、抜いてみると結構バリバリだね。ああ、根張りがすごいっす。あ、もう白いの出てきてるね、根っこピンと。もうこの畑は奇跡です。見えますか、これ。これがね、新しい根っこです。今日3月29日です。もう結構根っこすごいね。期待できるかな。ま、肥料はしばらくやれないってことなんで、このまま育てたいと思います。ほんと上から見ると抹茶なんだけど、こうやってね、近くで見れば。緑なんて大丈夫でしょう。これね、一株です。こういうふうに、ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19だね、これ。あ、こいつもかな。こいつもかな。一株だいたい20本なんで、すごいよね。融雪遅かったところは緑色が濃いです。でもね、こんなんなんでまだ中に行けません。